リバウンドニュービル取ります。オマラ走ってる、オマラの連続得点決めたのは大きいと思います。そうですね、オマラとクーリーです。ニュービルが合わせる、ここですよね。ここはニュービルとフリッピンのマッチアップか。ちょっとこれも楽しみですが、おっと目を離した隙にニュービルが仕掛ける、そしてエンドワン。気にした瞬間仕掛けましたね。そうですね、やっぱりこの得点力、これもゲームにうまく入れたんではないでしょうか。はい、大阪はゴーダガン入ってます、右のコーナーいます。おニュービルのスリーポイントを打ち返す、ないです。ゴーダへ、オマラはもうすでにポジション取って、でニュービル続き、ニュービルトップからスリーポイントを打つ、そして決める。2本とも成功させたダンカン、その後の大阪ニュービルのアタック、これはシュート前のファールと、はい、うん、このファールがバスケットカウントということになってエンドワン、修正点に挙げられてますが、おお鈴木、鈴木キックアウトしてゴーダのスリー、ニュービル、ニュービル打ち返す、でエンドワン、すごいですね。今日のゲーム全部決めてるんでニュービル、次も決めた4点プレーなんですけど、今の琉球のオフェンスのリズム、さあニュービル、いやーニュービルしっかり取り返しますね、すごいですね、ここで3クォーター終了、ニュービル、あースリーポイントを狙う、いやミスマッチになってます。ここはおースリーポイント決めた、決め返す、逆転。さてここでまたミスマッチとなります。ニュービルが仕掛ける、ニュービル、ニュービルのアタック、2-4-1という感じになってきました。おーニュービル、ニュービルのフローター決まる、彼の一挙手一投足っていうのはこういうところですよね、目が離せないですね。彼はあのなんでしょう、こう派手な